ライカマウントレンズの一覧は、ライカ M マウントおよびライカスクリューマウントのレンズの一覧。スクリューマウントレンズは、マウントアダプターを併用することで、M マウントカメラに使用できる。ライカ R システムのレンズは、ライカ R マウントレンズの一覧を参照のこと。ライカ T システムのレンズは、ライカ T マウントレンズの一覧を参照のこと。ミラーレス用バイオネットマウントの L マウントのレンズは、 L マウントレンズの一覧を参照のこと。カールザイスのホロゴン、ミノルタ CL、c l e ロッコール、シュナイダークロイツナッハのスーパーアンギュロン特セノン50メートル MF1.5、ウォレンサックのベロスチグマットは純正レンズ、扱いされていたためライカカメラ AG、エルンストライツの欄に記載し、各メーカーの欄には記載しない。並び順はメーカーを、アルファベット順、その中では、 焦点距離の短いものから、焦点距離が同じものは開放回値の明るいものから、焦点距離と開放回値が同じものは新しいものからとしてある。突起されない限りライカスクリューマウントである。また、スクリューマウントでも引き伸ば式用レンズは記載しない。本校では以下、単に L マウントと表記した場合は、スクリューマウントを指すものとする。 シカゴにあったアルバート・ドラッカー紹介が1940年頃に販売していたレンジャーの付属レンズ。OEM であったようだが、OEM 委託先は不明。アリーマツはソリゴールのレンズなどの生産を日本国内の様々なメーカーに委託する際の交渉窓口となっていた会社。主に参考機が生産を受け負っていたアンジェニューが製造したレンズ。アルコ写真工業が製造したレンズ。 ブランドはコリナー。アストロゲゼルシャフトが製造したレンズ。以下はミラーボックスであるアストロイデントスコープ用。アベノン後期が製造したレンズ。三強後期にいたアベ設計。ブランドはアベノン、ボシュロムが製造したレンズ。北京焦燥機象とは中国の北京にあったカメラメーカーで1956年に来ツ通のコピー機である大北と その付属レンズを生産した。ドイツのカール・ブラウン・カメラベルクが自社製カメラのブラウン・パックセテリフレックスの付属レンズとして製造したレンズ。コーフィールドが1953年に生産したバルナックコピー機、ペリフレックス1の付属レンズであるルマーを製造した。ただし、マウントデザインはコーフィールドが言った。正規工学が自社カメラ用に製造したレンズ、同社サイトに詳細な解説はあり、 初期の製品は、ファイ 39mm のネジマウントながら、PE コール 1mm の J マウントであり、PE コール1、26インの L マウントとは異なるので、注意が必要である。ブランドは、当初社内公募により、セレナーを使用した。1953年より、順次ブランドがキャノンに変更された。カールツァイス、もしくはその OEM で製造されたもの。ホロゴンは、 純正扱いなのでライカカメラ AG ーー、エルンストライツの欄を参照のこと。ZM マウントは事実上 M マウントと互換性がある。カールザイスのレンズ製品一覧、ビオゴン、ビオター、ディスタゴン、ゾナーも参照のこと。以下は、戦前カールザイス及び、カールザイスイエーナ製、以下は、コシナ製、ローライが、 ローライ 35RF 用に販売したレンズは別行に適彩イ,イタリアのキナーリア・ドメニコが自社製のバルナックコピー機、クリスタルの付属レンズとして製造した沈動式レンズ。チオカ、チオタックス用のレンズで自社製のヘキサー、コニシロク写真工業製のヘキサノン、レナ工学製のレナ、ライゼ工学製のライゼがあった。コフィールドが自社製、ペリフレックス用に エナから購入したエレメントを特許を持つアルミ共同に組み込んで製造したもの。フランジバックなどはライカスクリューと同一であるが距離計には連動しない。ブランドはルマート、ルマックス、イーストマンコダックが製造したレンズ。ブランドはエクター、エミールブッシュが製造したレンズ。ミュンヘンにあったエナが製造したレンズ。またエナはコーフィールドが製造した。 L マウントレンズのエレメントの製造元でもあり、ブリティッシュオプティカルレンズカンパニーを通じて納入していた。ミラノにあったフィロテクニカが製造したレンズ、富士フィルムが製造したレンズ、ブランドは富士ノンなお、富士フィルムは2011年から発売している富士フィルム X シリーズのミラーレス一眼カメラ用にメーカー純正の M マウントアダプターを発売しており、 レンズラインアップの少なさをカバーするとともに、オールドレンズ愛用者への訴求を行っている。イタリアのガット、キャブ、アントニオが自社製のバルナックコピー機、ソンネの付属レンズとして製造したレンズ。中国の南京市にあった工学機器工場、1959年から1961年にかけて FED タイプ2のコピー機である南京 M1 とその付属レンズを生産した。 レンズの名は南京工学希少となっている。ホークスファクトリーは世界で初めてデジタル用ライカエムヘリコイドアダプタを製造した台湾企業である。ISO という略称が一般的なイタリアのインデュストリア・シェンティフィカ・オーティカが製造したレンズである。シュナイダー・クロイツナッハの子会社である。イスコがイタリアのバルナックコピー機、レクタに付属レンズとして供給したレンズである。 健康が製造したレンズ。ミュンヘーンで創立後リヒテンシュタインに移った光学機器。メーカーキルフィットが製造したレンズ。名はキラー。すべてキルフィットミラーボックス専用レンズであるコニシロク。写真工業コニカが製造したレンズ。ブランドは原則テッサー型がヘキサー。それを超える高性能高級レンズがヘキサノン。 1950年代に販売された L マウントレンズは、追放光学生機のオーナー35、チヨダ商会のチヨカ、チヨタックスカメラのチヨタックスに装着されて販売された。1990年代後半にクラシックカメラブームでいくつかレンズを製造した。1999年に事実上 M マウント、そのものの M マウントで自社カメラのヘキサー RF と以下のレンズを発売した。 コーアが製造したレンズ。ブランドは、プロミナー。共栄工学は、三強工期から枝分かれしてできたメーカーで、製品は、コムラーとほぼ同じものである。ブランドは、エイコール。ライカカメラ AG、エルンストライツが製造した。または、純正扱いで販売したレンズ。ライカが製造したレンズのブランドは、エルカン、エルマー、エルマリート、ヘクトール、ノクチルクス、ズマール、ズマレックス。 ズマリット、ズマロン、ズミクロン、ズミルックス、ズミタール、テリート、タンバールがある。以下は、デリートボックス、ビゾフレックス併用レンズ、デリートボックス、ビゾフレックス I 型では 135mm 以上のレンズしか無限遠で使えないが、ビゾフレックス2型では 65mm から、すべてのレンズが使用できる。新型ビは、シャッターダイヤルと干渉するため、ライカ CL、 ライズミノルタ CL には使用できない。昭和工学世紀、レオタックスカメラが自社のレオタックスに自社ブランドで付属させていたレンズ。製造は複数のレンズメーカーに委託していた。ブランドはレタナー、レオノン。マイヤーオプティク・ゲルリッツはかつてドイツに存在した工学機器メーカー。日本ではフーゴメイヤーまたはヒューゴメイヤーの故障で知られていた。 フーゴ・マイヤーが、もともとの社名。旧東独時代の1946年に、人民公社に再編され、社名が、ベブ・オプティシェ・ファイン・メヒャニシュベルケ・ゲルリッツに変更された。1990年のドイツ統一を機に、マイヤー・オプティク・ゲルリッツとして独立したが、翌年終焉を迎えている。再独立後は、マイヤー・オプティクの故障が、一般的である。千代田工学、ミノルタカメラ。 ミノルタが製造したレンズ。G6 コール28メートル MF3.5 を、除き自社製のミノルタ35シリーズ用。ブランドは、六コール。ミノルタ CL、CLE のレンズは、純正扱いなので、ライカカメラ AG、エルンストライツのランを参照のこと。ミランダカメラが製造したレンズ。三輪光学工業が少数製造した、バルナックライカコピーのカメラ、アルタ35用として作られた。 ナショナルオプティカルは英国イングランドの工学メーカーでエルマウントレンズはレンズ部分のみを手掛け共同部分はスコットランドのスチュワートリーに製造委託していたためダブルネームとなっている日課カ,カメラのバルナックコピー機は1948年4月発売の2課以降日本工学工業のニッコールが標準レンズであったが1958年発売の ニカ33のミニカメーのレンズが標準レンズとして装備されていた。日本工学工業がニッカメラ用に製造したレンズ。ブランドはニッコール。ノボフレックスがシュナイダークロイツナッハから工学系の OEM 供給を受けて製作したレンズ。イタリアのメーカーであるオフィチーネガリレオが販売していたレンズ。主に同じイタリアのバルナックコピー機であるガンマ、ゾンネ、コンドル。 コンダオレタに供給していたオールドデルフトが製造したレンズ高知保工学工業オリンパスが製造したレンズブランドは随行ベルリンにあったピースカーが製造したレンズいずれも距離経費連動である極光学工業ペンタックスが製造したレンズ理科学研究所理工が製造したレンズ1997年頃から クラシックカメラブームに乗っていくつかレンズを発売した。ローデンシュトックが製造したレンズ。ローライがローライ 35RF 用に販売したレンズ。ロスが製造したレンズ。ブランドはエクストラルックス。略称はセイジェム。自社で製造したバルナックコピー機セイジェムの付属レンズ。および同じフランスのバルナックコピー機シュペーレランクスの付属レンズの一部を製造した。名はヘクサー。 三強後期は日本のレンズメーカー。ブランドはコムラー。以下は1960年発売の三強後期製。レフボックス、テレボックス。1961年発売でペンタプリズム装着型に改良されたペンタボックス用レンズ。厚みは 48mm でデリートボックスやビゾフレックスより薄いのでコムラーレンズをビゾフレックス。イに装着しても無限遠のピントは出ないが、 ビゾフレックス2や3よりは厚いので厚みを調整するリングを入れれば無限円でも使用できる。以下はテレコンバージョンレンズ。シャハとはドイツ、ウルムのメーカー。ブランドはトラベゴンシーガル及びハイオブランドが著名な中華。人民共和国の上海にある上海海海カモメ小層規制レンズ。バルナックライカ及びキアノンコピーカメラ上海58型用のレンズと M 型ライカコピーカメラである後期二重型用レンズ。シュナイダークロイツナッハが製造したレンズ。スーパーアンギュロン。クセノン50メートル MF1.5 は、純正扱いなのでライカカメラ AG。エルンストライツのランを参照のこと。以下は、ライキナスペシャル用。M マウントだが、イメージサークルが小さく。ライカ M シリーズには使用できない。ベルチオ光学機械社が製造したレンズ。ブランドは、 アンギュロール、フロール、共産主義体制果のためメーカーの概念がなく、同一設計の製品を複数の工場で生産していたが、主に SA ズベールフ記念クラスのゴールスク工場や、リトカリの広角ガラス工場で多く製造されており、フェリックス・ジェルジンスキー記念工場が作ったものは少ない。ブランドは広角レンズに、ルサールやオリオン、テッサーコピーのインダスター、 ビオゴンコピーやゾナーコピーのジュピターが使用される。ジュピターはユピテルとも表記されることがある。またジュピターはコンタックスマウントのものもある。ソビエト連邦製、ライカマウントレンズにおける M マウントは現行の M マウントのことではない。そのためこの項目では誤解混同を避ける意味で、M マウントはゼニットマウント、プラクチカマウント、L。 M マウントとゼニットマウント両方に装着可能と表記して区別するものとする。1908年にドイツのアルテンスタットにおいて設立され、1969年にアグファに買収されたスティーブルが製造したレンズである。オプティッシュエルケ・シーエーシュタインハイルが製造したレンズ。ブランドはオルトスチグマとクイノン、クルミナー。 日課カメラの全身工学生記者が1942年から1944年にかけて製造した日本カメラ及び日本カメラ3そして1943年から46年にかけて製造した日本カメラの標準レンズを作ったメーカーまたミランダカメラを買収した AEC の日本における工場窓口だった アリマツ株式会社からの要請で、サリガー名のレンズを製造していた、田中工学が自社カメラの田中用に製造したレンズ。ブランドは、タナー、テイラー・ホブソンが製造したレンズ。レオタックス用に、東京工学が製造したレンズ。ブランドは、最初期、ステートを使用している。その後4枚以上構成の高級品が、シムラーで3枚構成の普及品は、投稿に変更された。 1954年にトップコールに統一されたトタルタゼンが製造したレンズ。ホクトレンダーはドイツ時代に少数のエルマウントレンズを販売した。コシナはドイツのリングフォトから商標の通常使用権の許諾を受けて以降はホクトレンダーの名称とかつてのホクトレンダーのレンズ名称を継承して多数のレンズを出している。コシナにおける北トレンダーのレンズ名称は 開放回や対1.5以下をノクトン回にまでをウルトロン回によりも大きな F 値ではスコパー、超高角などの特殊な焦点距離のレンズや中望遠レンズをヘリアーとしており異常分散レンズを使用している製品にはアポランターと命名している。また、限定生産品を含むヘリアー及びヘリアークラシックの名を冠した焦点距離5 0ト、mm、ルの6種のレンズと ヘリアー 40mm の一種に関しては、前述の F 値による区分の命名ではなく、レンズ構造を3群5枚のヘリア型としていることに由来している。コシナの VM マウントは事実上 M マウントと互換性がある。ヘリアー、ノクトンも参照のこと。タスマニアのホバートにあるウォーターワースが製造したレンズである。ロンドンのブロムニーにあったレーシャが製造したレンズである。 ビルギンが製造したレンズ。ウォレンサックが製造したレンズ。共同の製作と組み立てはニューヨークライツが行った純正扱いレンズについてはライカカメラエジー、エルンストライツの欄を参照のこと。この欄では純正ではないウォレンサック製のレンズを記載する。ヤシカが製造したレンズ。ブランドはヤシノン、またはヤシコール。安原製作所が製造したレンズ。 税価工学は1950から1960年代に日本に存在したレンズメーカーである。名はロジャー。随方工学世紀は自社製オーナー35に当初、小西六のレンズを使用したが後に自社ブランドオーナーに切り替えた。頭脳工学工業が製造したレンズ。どれも新品で高価である。ブランドは頭脳ありがとうございます。